はい、それでは第4回目を始めたいと思います。前回はイソップについてちょっとお話ししましたが今回もその続きをお話しします。えー、と、まあ、ロバート・トームの「一臭ゆ言というやつですねこれが、えー、後の中国語イソップ役にですね非常に大きな影響を与えたということなんですが例えばここにありますように「 ジェームズ・サーマーズという人が、まあ、中国語のハンドブックを書いておりますけれどもその中にもこの異臭有言の何編かを収めたりあるいはですね上海のキリスト教の組織であります上海工学会というところが「廃春異臭」という、まあ、あの子ども向けの例え話お話を集めた本がありますがそこでもですねたくさんのロバート・トーブの イソップをです、ね、収録していまほかにです、ね、例えば上海の三島学堂が編纂いたしまして上海の美化書館が出版した読書録「読書学」というそういったテキストですねこういったものにも収められていますしこれは、まあえー、と基本的には緩和あり緩和なんですがこの下のダイヤロとかストロノート こういった人たちのものはですね、実は英語訳がついておりますけれども、それは実はですね、中国語は一つは福建ですね、それからもう一つは関東ですね。つまり福建語とか関東語にロバート・トムのイソップを翻訳したやつがございます。で、こういったやつ、例えばこれはですね、アモイあもい方言で。 訳したやつですね、えー、あるいは、えー、下のカバニスという人がありますがこの人はです、ね、ちょっと変わったもので、えー、イソップのお話をですね実は、えー、この上海方言に訳してるんですね上海方言に。でその時に彼はこのカバニスというのは、えー、実は漢字を使わないで、えー、いわゆる「 えっとクロフォードという人がいるんですが、彼が、えー、考案した、えー、ローマ字みたいなあるいはあの漢字の一部を、えー、変容させたようないわゆる字母を使った、えー、使っています。で、あのクロフォードの、えー、上海新新字母とか言うんですが、えー、それを使ったイソップなんかもあります。はい。で、これがまあ、えー、そういった、えー、その後のロバート・トームの一周悠言の、えー、後のものですけれども。 これが配信優勝上海ですね。これも上海で出たやつですね。それからこれがいわゆるあのアモイ方言でつ作られたやつですね。ウーマンっていうのはアモイのことですね。そのほかですね。実はあのそれ単行本以外にですね雑誌類にもこういったロバート・トームのイソップは収録されています。例えば ファンえー、っとファンハンファーナムという中国語名をファンユー・エハンというんですが彼彼女が作った彼が作ったその障害月報子供向けの雑誌ですがそこには四十八篇のイソップが収められていますが基本的にはそのロバート・トームの遺遺言を元にしております他にですね中世文献録とか万国広報とか。 あるいは、盲学法とか、こういった、いった、あの新末の雑誌にも多く。イソップが取り上げられています。はい、で、単行本としては、他にこういったものがありますね。開国妙義というね。えー、これは天心が出た本ですが、で、実は、これは、えー。その後ですね。えー、大敵イソップ有言を元にしてますが。イソ、あのあ、ロバートトームの一種有言を元にしていますが、それ以外のものも。えー、開国妙義という中には収められています。はい。 でこれはその後ですね実は「えー、と無尺白和法」というものがありますがいわゆる白和に完璧に直したものがありましてさらにそれをです、ね、北京語に訳した「えー、共和法」というやつは北京語でし、えー、発行した雑誌ですがその中にも収められていますで他にです、ね、こういったものがありますがこの中でこの3つ目ですね「イースオユエンイサクグーゲンというこれは林女という人が翻訳したものですが これ,からですね、これ以降はいわゆるロバート・トームの一周弓言を離れて自分たち独自で翻訳を始めたものといっていいんですね。特にこのイサクグーゲンという臨場という人のやつはほぼ、えーっとまあ、それまでのロバート・トームのやつは73ペンぐらいしかありませんがこちら側には200ペン以上のイソップが翻訳されています。でといいう人人は面白い人で まあ、有名な翻訳家、えー、翻訳者でありますけれども彼自身は実は、えー、中国外国語ができなかったんですねで外国語ができないのに、まあ、翻訳家として有名なんですがそれはその助手がいたわけですねで一種のまあ創作といってもいいくらいなんですが臨場の場合はこのイソップはですね特にあの玄服という人の息子が、えー、その翻訳に携わっています。ね、であと例えばこのの中で、えー、面白いのは作人 路人の弟ですが修作人の遺作,遺作偶言というのがありますこれはですねそれまでのイソップは基本的には英語を元にして翻訳したんですがこの修作人のやつはギリシャ語からま直接翻訳されたと言われておりますで、こういったものもございますで、こういったふうな感じで中国でもたくさんのイソップの翻訳が出ているということになりますで、これが開国名誉ですね これがやっぱり一つの大政偶元ですねこれがいわゆる臨床のイソップですねで実は臨床のやつは基本的にはこれは文言ですね文言でしかも差し絵もあるということですねはい。で他にもこういったものもありますねはい。実はですね、えー、まあ以上が中国語訳のイソップですが実はこのイソップは日本にも伝播しておりますえ日本にやってきております で例えば吉田松陰という人がおりますね吉田松陰の有質文庫にかいかのような、えー、記述がございますで西洋人は陣で,であるとか言った後であの必ずしもそうではないというようなことを言ってますねで彼はこう言ってます私はかつてバカ同友という一足 「馬鹿道うっていうのはロバート・トームの優秀弓言簡約イソップ」の中に収まられている一つのお話ですがそれが馬鹿馬と鹿が一緒にあの歩いていったという話ですがその一足をですねつまり吉田書院はすでにこのカ「カンチンに連載されていたロバート・トームのイソップを実は見ているということがわかりますね。 でさらにですねその後ですね彼は長崎である人が世耕という人が最近その全73話を私に見せてくれたということがあってその中身についていろいろ触れているんですがこれはですねこの世耕という人は山形半蔵という人の号ですが彼の写本を実は吉田松陰が見ているというそういった記述がこれでわかるんですね。で 実はもう一つこの先ほどのこの,じゃあこの山形半蔵が手にした「イソップ73話」っていうのは一体どこから来てるかっていう問題ですが実はこれですねゴンチャロフという人と関係があってですね実は日本の江戸末期にですね まあペリーがやってきますけれども他に例えばこのプチャーチンがやはりパルラダ号というもので日本にやってきてんですね長崎にやってきてんですね。でその時の随行していた人がゴンチャロフという人ですね実はゴンチャロフには「日本渡航記」という本がありますが実はこの彼らプチャーチンのこういった一行はですね 長崎にやってきたときにその間ですね実は1953年の 十日間の二十六日から十二月十七日の約一ヶ月間ですね。彼らは実は上海にも行ってるんですね。上海ね。でそこで実はメドハーストという人がいます。これはえイギリスロンドン界の宣教師ですね。で今の三ントン路とかえあの辺にまあ今仁愛病院というのがありますが、あるいは牧会館書館という非有名な印刷もまあメドハーストは建てたんですが、そのメドハーストから。 このゴンチャロフがイソップを手に入れたという記述があるんですねで、それを持って彼らはまた長崎に戻ってきたんですねで、それを多分さっき言った山形半蔵は手に入れたのであろうということがまあ、私の研究では分かっておりますで、実はもう一つ面白いことは、えー、と文久2年1862年に実は 高杉晋作ね幕末の志士の高杉晋作あるいは五代歳助とかですね中村蔵之介なんかがですねじゃ千載丸という船で幕府によってその上海に派遣されてるんですねその時にこういった記述があって上海の宣教師のムーウェイリエンミュアヘッドという人ですがその人に会ってヨーロッパの本をたくさん買ったと。例えば通用雑話 通用雑話っていうのを「寛永通用雑話」というんですがこれは実はロバート・トーブが作った寛永の教科書ですね。であるいは、えー、他のものも手に入れたということがあって実はこの中村中,村中,中,中村蔵之介の伝には目録があります。どんなものを持って帰ってて帰きたかってね 例えばこういったやつですね数学ゲームとか大数学とかこういった知事伝子とかねこれはミュアヘッドの本ですけども大英国史とかこういったものを立語、まあ、相談なんかも持って帰ってきてるんですね。で例えばここに「イソップ・ユゲン」というのがあるんですねこれが、えー、いわゆるイソップなんですね。で通用雑話っていうのはやはり同じくロバート・トームの「寛永通用雑話」というものですね。でそういったものを持って帰ってきているは えっと1860年代にはすでに日本に入っていたということがわかりますね。で、そういったものもとにして、えー、例えば日本では国本が出ています。まあ二つまあ有名なやつがありますが。一つは安倍昭文が訓点を施した簡約イソップタンというのがあります。これは明治九年1876年に出版されております。それからもう一冊ありまして。 尾野筑山という人が訓典を施して前田林外が編纂した漢約批評伊ソップ物語一名伊ソップ遺言という名があるんですね。で、これ刊行年がはっきりしておりませんけれども、まあ同時七年、同治七年、千八百六十八年春三月の序がありますが、だいたい同じような時代にこういった二冊の和国本が出ております。え、これがそうですね。これが漢約伊ソップ談、東京安倍・広国 訓典、えー、というやつですね。で、こっちがイソップ物語、一名イソップ寓言と書いてありますが、これが、えー、もう一つの尾の畜山によって訓典が施されたものですね。で、こういったものが日本に伝わったということがわかります。はい。で、実は他にもう一つあのこの漢訳イソップで大事な本はこの北京漢和イソップ寓言というのがございます。これは千八百七十九年に出版された本ですが、これ中田慶義という人が この人が、えー、北京語に訳したものですけれども実はこの中田景義っていうのは、えー、日本の外務省が初めて、えー、留学生を送ったんですね北京にね。でその時に派遣された、えー、留学生ですが彼は、えー、その時にその日本にはですね当時あの日本の中国教育っていうのは江戸時代からずっとありますけれども、えー、それ以前の、えー、この時代この時期以前はですね基本本的にはは日のの中国教育っていうのは 南京緩和を中心としたいわゆる南方語の中国教育なんですね。ただし明治政府はやはり北京がこれから首都になりますし大事だということで北京ののの勉強のためのテキストが必要なんですね実は当時日本,の日本には中北京語のテキストがなかったんですね。で唯一あったのがトーマス・フランス・ウェイドの「語源自主」をもとにした本がありますけれどもそれ以外にはほとんどないんですね。ですから えこの中田敬儀が北京に留学に行くに際しましてですねえ渡辺恩という人がえ作った「通俗イソップ物語」というまあえ日本語のイソップ物語があります。それをお前えと北京に行ったらっこれを持っていって向こうで北京緩和に訳してこいというようにして命令してでそしてえ作った本が「北京緩和イソップゆ言というやつですね。ここれはえまああの,この 渡辺恩の通俗イソップ物語の中国語訳ということですがいわゆる北京語なんですね北京語で書かれているですから北京語の研究には非常にいい資料というしていうことができると思います。はいね、でこれが中田敬義の「北京漢和イソップゆえというやつですねこういったやつですね、うん、これ全く完璧に中北京語に翻訳されていますということですね。はい で実はです、ね、このあとの,の話とまた別の問題なんですが、えー、これは速度人という人が,のがいますが5世紀から8世紀にかけて中アジ人アにいた速度、えー、ですね、えー、それのペンジケントというところの壁画が実はあってその壁画には実はガチョウが、えー、金の卵を産むというお話の壁画が実はありますこれねガチョウが。 金の卵を産んで,で、えー、お腹に金があるからといってお腹をを裂いてみたら何もないという,もういわゆる有名なイソップのお話です、ね、実はこれがこのお話が実は速度の壁画にああるとということがあります、ね、で実は敦煌の文書には実はペリオの所蔵の文献には例えばギリシャ語のイソップがありますし速度のマニキュオ文献にもイソップが出てきます。 それからウイグルのマニキュア文献なんかにも「イソップ」という名称が出てきます。まあ、そうういいったものが実はあるということこですねでここで実は一つ問題になるのは「イソップ」という今イソップのお話がですねもともとはギリシャで生まれたお話ですね西で発生したお話ですねそれがさっき言ったようにこういったところにあるんですね。うん、で 日本の戦国時代に毛利元就とねいますよね有名な三本の矢サンフレッチュというかこの三本の矢ですねこれ一本では折れるけども三本では折れないというそういうお話非常に有名なお話ですね。でこういったお話がですね実は必ずしもイソープだけででないんですね例えばこのお話はこれは中国語訳イソップの、まあえー、さっき言った「まあ。 一人の、えー、男の人が亡くなるときに、子供たちを枕元に読んで言い聞かせるんですね。お前一本では折れるけど、何本が束ねたら折れないだろうっていうふうな。団結は非常に大事なんだってことで言っているお話で、まあこれはいわゆるイソープのお話ですね。うん、ところがですね、このイソープのこのお話は、この浅いという人がいます。これはですね、えー、トヨッコンという。 これはトヨッコンというのは戦費系から出たと言われているチベット系の民族で、四世紀から七世紀にかけて中国の世界一体ですねを支配した民族なんですね。その国ト,トヨッコンという人のにいるの中の一人の人で浅いという人がいるんですね。その人が次のようなことを言っている。お前たちそれぞれ一本の矢を自分で手に持ってそれを追ってみなさいとね言った。で、あの。 そしたら1本でで折れたんですねところが、えー、さらにじゃあまた,言ったお前たち19本の矢を、えー、持ってこれを折ってみろと言ったらそれは折れなかったという全くはその、えー、さっきのお話と同じですよね。うん、でこれが、えー、いわゆる4世紀か7世紀のあたりのお話として、まあ、中国には伝わっているわけですね。あるいはこの、えー、これですね、えー、春のある日彼のお母さんである えーえー、アラングアといいう人がいるんですねこの人が羊の肉を煮ていると。で5人の子供を、えー、目の前に呼んで座らせて1本の矢を与えて座を折らせるんですね。で1本だとみんな折ってしまうとね。でさらに5本の矢を束ねて、えー、お前たち折ってみると言ったら折れなかったこれも同じようなお話ですね。これは実は「聴必筆」という、まあ、モンゴルのお話ですよね。でこのアラングアという人は モンゴルの祖先で、まあジンギスハンの10世代前の人なんですが、この人のお話としていわゆる現モンゴルのお話としてこういったお話があるということがありますね。だから、えっ、ー、とまあモーリモト戦国の武将のモーリモトナのお話も同じです。で、これらがまあ基本的にはまあギリシャから伝わってきた、まあ西から東にやってきたというふうにしてまあ考えることはできるんですね。ただし、必ずしもそうではない。 例えば「農夫ヘビを救う」という非常に有名なイソップのお話ですね、えーえー、野原に一匹の焦げ実そうな、えー、焦,げ焦げてしまいそうなヘビがいてそれを助けて助けたという話有名なお話ですね。それでヘビを助けていけないという悪いやつがとことん悪いんだからというお話ですけれどもこれは実は中国のことをやっている人はすぐに思い浮かべるのが「藤角先生」というね「藤角先生と狼」と。 東角先生という読書人は非常にいい人で女かを助けてやるんですね。とかおかみが助けてやった後にねこの東角先生は「俺お腹空すいたからお前を食べさせてくれ」という,うにしてまあ襲うという話ですよね。でその後兵士たちがやってきてあ農夫がやってきてまた助けてくれるんですけども、まあ、悪いやつはとことん悪いというお話なんですね。うん、で実はははここのお話はこういったプロットはですね例えば ロジンのフェアプレーを早すぎるという雑文がありますで彼は路人は水に落ちた犬はどうするかということで水に落ちた犬は今こそ撃つべきだというふうに「だどうしゅう行こう」と言ったわけですね。なぜかというと犬というのは道儀などは絶対に返さないとつまり正常は依然として変わらないんだとだから水に落ちた犬を撃たないと逆にまた噛まれるよという話ですね有名なお話ですね。 で、こういったやつは、実は基本的には農夫、農夫が蛇を救うというやつ、実は基本的には同じですね。で、こういったものを考えたときに、どうやら、あの。こういったヒソップのお話みたいなのは、全世界にこう散らばっているということがわかるんですね。ですから、必ずしも、西から東、あるいは東から西とか、いうふうなことでもない。というふうな、ことを、まあ、考えることができるんですね。実は、例えばですね、ほにもあるんですね。これですね。 えー、二人の妻を持つ男というのがありますつまり、えー、一人の男が、えー、妻と若い妾を持っていてその若い男は、えー、奥さんは年がいってんですねでお妾さんは若いんですねで奥さんは自分の旦那の、えー、黒い髪を抜こうとするんですね自分と同じように白髪の頭にしたいからねで一方で若い妾さんは、えー、その男の人の白髪を抜くわけですね。 でその結果どうなったかってはあの、ね、分かりますよねでそういったお話って実は仏教説話にも実はあるんですね、うん、というふうなことですね。であるいは孟子、えー、聖人に一人の妻と一人の妾を持つという、まあ、それが孟子にもあるんですがだからそういったお話とまあちょっと連動するという、まあ、連携しているということが分かると思います。ですからこの こういったものを考えるときに必ずしも西から東というふうに単純に考えることはできないというふうに私は思ったんですねですからこういった民話というものがどんなふうにして発生するかというあるいは物語というものがねそういったものも考えてみると非常に面白い問題だというふうふにして思います、えー、ということで今日はイソップのお話はここまでにしたいと思いますどうもありがとうございましたはい <laughs> いい。<laughs>